下油状は古代日本の律令制における官任交代の際の事務引き継ぎ文書である。前任者が役職を果たしたことを確認し公認者へ交代する手続きを下油と呼んだ。平安時代以降、下油状に基づいて行政監査を行う影油氏が置かれた。下油状に関する規定は根元法令である大法律令、養老律令には置かれていなかった。しかし、ほどなくして、 行政の不徹底を防止、監督するため、官任交代の時に、前任者と後任者が事務引き継ぎを行い、前任の実績に問題がなければ、後任から前任へ事務引き継ぎ官僚を証明する文書を発給する制度が導入された。この引き継ぎ官僚の文書が下油上である。前任者は下油上を指揮部署へ提出して初めて、次の官職に就くことができた。 もし任務の履行不十分により、公認から下油状が発給されない場合は、任務を完全に遂行すれば、下油状が発給されることとなっていた。下油状の制度の導入時期は明確でないが、天平5年4月5日、下油制を奨励する御のノりが発令されている。この御とのりには、天平3年に、下油制の徹底を通達したにもかかわらず、公認の到着前に、 前任国士が帰郷したり、公認が下油状を発給したりしないために前任が次の官職に任命されないといった状況が発生していたことが記されている。そこで、道場によって下油状の発行都式部署への提出を再徹底することが通達されたのである。なお、以上のような下油性は、主に国士の事務引き継ぎを対象とするものだった。奈良時代末期から、 平安時代初期にかけての幹部天皇は、国史の任務遂行の徹底を期として、延暦元年、後認が到着して108日経過しても下油状を得られない幹史は、厳しい処分を受けることが定められた。さらに、延暦16年頃、下油状の審査にあたる影油紙が新たに設置された。その後、影油紙は一旦廃止されるが、天長元年に再設置されると、下油状の制度にも、 大きな変化が生じた。従前、下油状を必要とするのは、国司だけだったが、内官も、交代の際には、下油状の発給が必要となり、下油誌の監査対象に加えられた。また、事務引き継ぎが不調に終わった場合、下油状の代わりに、付与下油状を発給することとし、下油誌の看板に委ねることが定められた。長野軍祭には下油には、式下油、 式大下油が認められなかったために、下油状が出される、己分下油、会社下油の4種類があったことが知られている。正規の下油である、式下油以外の3つは9世紀前半に成立し、その背景には、延暦14年に国史が事故の公開等をもって、雑たるによる官物の不足分を補填すれば、責任を問われないとする、作法天王様が導入されたことがあったとされる。 下油城は平安前期には有効に機能したと考えられるが、平安中期から後期になると、ある感触を特定の家系が送電する、官視の過食化が進行していき、内官の下油城は次第に形外化していった。さらに、鎌倉時代前期には、樹領支配が有名無実化したため、樹領の下油城も消滅していった。公認の国史が、 不認知で前任の国士から下矢状を受理することを受領と呼んだ。これに伴い容認ではなく、現地で行政責任を負った国士を受領と呼ぶようになった。延暦交代式初集、延暦14年7月7日付大城官部、梅村隆日本古代財政組織の研究 P95 から96.122から129。ありがとうございます。